江東区議が10月末でお辞めになって、はい、まあ、それが議員定数を減らすため、せめて自分だけ減らすためと、それを音北さんに追及しました、はい、あなただって途中任期途中で辞めてるじゃないかと言ったら、いや目標があって辞めるのはいいんだと、松井市長だって吉村さんだって目標があって辞めたんだと、私も北区の目標があって辞めるんだと、議員定数は任期全うしてまで削減を目指すべきだと、それでもし議員定数を減らすために議員を辞めなければならないんだったら、議員定数を削減を公約にした人が全員辞めなければいけないと、まあ、そういう答えでした。どうお考えでしょうか。全員辞めたらいいんじゃないですか。いや、だからそれは全員辞めたらいいんでしょう。いや、なんでそれを辞めないのかって言ってるんですよね。だから議員定数を公約に上げて、それを主の公約ですよ、メインの公約として上げてる以上は、一番の公約に上げてる以上は、それが達成できないと分かれば、自分が辞めれば一人は少なくとも実質上定数は減るわけですよね。で次の選挙にも出て1年なり、まあ、3ヶ月以上やれば途中で辞めれるわけですよね。だから公約を達成するために議員を辞めるっていうのは、それこそ音北さんの言ってる目標のためには議員辞めていいっていうんだったら、まさに天に唾吐いてるようなことじゃないですか。そうですよね。だって都議会議員から区長になる目標の達成のためならやめていいっていうのは、それは音北さんの理屈であって、少なくとも有権者それを望んでるわけじゃないですよね。でも議員定数の削減を公約に挙げて当選した人が、議員削減の公約を果たせないから自らが辞めることによって当初の目標の議員削減ができるっていうことにつながるわけだから、すごく合理的で有権者も納得する辞め方だと思うんですけど、だからはっきり言ってバカなんですよ。理屈が分かってないです。あれ文章読んで、音北さんの文章読んで理解できる人って多分誰もいないと思います。議員任期全うみんな辞めなきゃいけないんじゃないですかって言ったでしょ。辞めたらいいでしょ。何言ってるんですかって話でしょ。だからこれがだから詐欺なんですよ。騙す行為でしょ。まあ、考え方も正直汚いですよ、はっきりと言うと。もう僕はっきりと音北くんなんてヘドが出る。もう見てて本当に居眠りとかしててもあいつ全然悪いと思ってない。だからそういう人たちがいるっていうのは、維新の会の人たちと僕は付き合い続けてきたんでね。全然その維新の会とは全く仲が悪いとか、そんな仲が悪いとか、今はそれはもう先生ダメですよ。でも維新の会を応援し続けてきたので、政治資金パーティーにも僕はパーティー券必ず20万円買ってましたよ。会社のお金20万円で払ってね。それをやっておきながら私たちは企業からお金もらってないとか、だから僕はお金に汚いのは維新ですよって、まあ、言わざるを得ないんですよね。 NHK をぶっ壊す。